マッソゲームズです。はい、ということでね、今日も新マッソのマインクラフトをやっていきたいと思います。イエイエイエイということで、今日の帽子はこちら。なんかよくわかんない、なんか泥棒みたいなね、そんな感じの帽子なんですけど、はい、またやっていきたいと思います。で、今日はですね、魔法を一つ覚えたいと思います。はい、どんな魔法かっていうのね、ちょっと気になるところですけど、早速作っていきたいと思いますが、その前にまたね、結構いろいろ変えました。はい、ではね、そこをね、ご紹介してから魔法を覚えていきたいと思います。まずね、家です。てんてかてーん、じゃーん。これ実はね、ほらちょっと和っぽくないですか。これね、あのチズルって言って、ティズルかな、あれ作れるかな、今チズルって言って、こういう風にね、棒と鉄、これ斜めにしなきゃいけないんですけど、こういう風なの、これ作りまして、これでね、なんかいろいろこう変えられるんです。実ははい、こういう風にね、グラスをこういう風に置くと、ほらこれガラス、全部同じガラスなんですけど、いろんな柄のガラスにできて、これでちょっとね、そのこういう風にね、窓を変えてみたりっていうことね、しました。このね、ストーンも少し変えてこういう風にしたりとか、まあなんかちょっとしてました。はい、で2階と3階ね、特に変わんないんですけど、家自体はね。でもちょっと変わったところがありまして、はい、で一番上に来て、ここね、開けたんですよ。実はね、ここね、ハンググライダー用に開けようと思って、ハンググライダーでちょっと冒険に行きたいと思います。では行きます、せーの、ゴー。はい、ということで、こっち見てください、村、村をね、ちょっとね、改造しました。まあね、僕のセンスで建ててるんで、そんなにね、すごいことはできてないんですけど、おっと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 、止まらないよー、うぶつかったぶつかったはい、まあね、こういう感じの村です。まだ完成はしてないんですけど、はい、真ん中にはちょっとした噴水を作りました。で、あとはまあね、定番のね、豆腐ハウスです。僕基本豆腐ハウスです。はい、まあね、こういう椅子とか前もありましたけど、こっちはちょっとね、お店っぽくね、したかったんですけど、誰も来てくれないんですよ。だからね、こう僕がこうお店に立つみたいなね、何を売ってるんですかみたいな、そういう感じになっちゃうんですけど、はい、で変えたのと、こっちはちょっとなんかワイルドな建物も作りたいなと思って、ちょっとあのチズルでまたいろいろ変えて、こういう風にしました。この石も変えちゃえばいいのか。こういう風に変えられます。ちなみにポンポン、ほらこう何回もやれば変わんないですね。あれ、ちょうどこれ来ないな。あー来た、あー来たけど、スルーしちゃったスルーしちゃった。とまあね、こんな感じで実は変えられます。後で直しとこう。はい、まあ、こっちの家はただのドアを増やすためです。ドアたくさんあると確か村人増えるんですよね。でも多分これじゃ足りないと思うんですけど、もっともっとあれば村人、小人みたいなのね、できるのかな。お、あ、違うか、びっくりした、こいつ小人かと思った。小人っていうか、おー、これいいやつなのかな、本当に。はい、っていうようにちょっとね、村も一応改造しました。はい、ということで早速ではありますが、作っていきたいと思います。まあ、いや、夜になったから村人がだんだんこういう風にね、家の中逃げちゃうんですけど、寂しいな。はい、じゃあちょっと村行きたい、村っていうかね、マスオのね、ハシティに行きたいと思います。はい、よし、あれ行きます。ドゥーン。ほら、こっちから実はね、この2階にも簡単に行けるようにしました。まあ、リープっていうか、跳ねるのあるからいいじゃんって思うかもしれないですけど、あった方が楽しいじゃないですかっていう、ただそれだけの理由なんです。よーし、では魔法を覚えていきたいと思います。で、今回ね、覚える魔法がこちら、レビテイトっていくということでね、浮遊っていうね、魔法です。はい、まあ飛ぶんですよ、飛ぶ。
はい、では行きまーす。まず、ブランクルーン、オウム、ビンテームダスト、レッサーフォーカス、エッセンス、あ、エッセンスが足りない。これで足りるかな。あ、エッセンス足りましたね。ホワイトルーム、これたまに入ってるね、根っこタルマってやつです。でスペルパーチメント、イエーイ、っていうことで覚えました。これで、ね、簡単な魔法でしたね。はい、ではゲット。ね、これいつも迷うんですけどね、どれにしよっかな。浮遊っぽいの、飛ぶっぽいやつ、飛ぶっぽいやつ、飛ぶっぽいやつなんかないかな。じゃあこれでいいや。なんか道ができそうだからこれで。レビテイトですよね。はい、レビテイテイト、これでいいかな。バーン、はい、覚えました。一回寝てからちょっと使ってみましょうか。僕もね、実はこれは使ったところ実は見たことないっす。どんな感じになるのかちょっと気になる、うん、よし、一回では寝ます。おやすみなさーい。やべえ、どんな感じなんだろうな冬。いやー、楽しみだ。魔法って一つ一つ覚えるとすごい楽しいです。あ、で、昨日ね、マインクラフトね、アップできなかったんですけど、実はね、トニーとずっと撮影しててちょっとできなかったんですけど、はい、ではこちらの冬使ってみたいと思います。ボン、ええ、おお、飛べた、すごい、垂直方向に。これ何秒飛べるとか、あ、8秒とか、すげえすげえじゃんこれ。僕飛んでます。しかもあと6秒、5秒、4、3、まあスタミナとかさ、この疲労度考えれば、まあ考えつつだったらずっと飛んでいける。あの空島簡単に行きますね。でこれでハングライダーですよ。あれ、ちょっとハングライダー使っていきましょう。イエーイ、いやー楽しい。ほら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 、空飛んでる、イエーイ。でこれでかなりいろんなところさらに行きやすくなったんじゃないですかね。あ、それで、そうだそうだ、前発見したところ行こう、どうせだったら。うー、いや、すげえな冬の魔法。おー、どっちだろう、どっちでしたっけ、あれを越えたあたりでしたっけ、確かそうですよね。でもこれ前には全然進まないんだな。よしよしよし、効果切れたらドゥーンって進みますから。はい、効果切れろ。よし、確かここら辺じゃなかったでしたっけ、あれどこだ、もう一つ奥か、確か、あれあれ、ここら辺じゃなかったっけな。前のジーン覚えていますでしょうか。これジーン自体は普通のマインクラフト、バニラのマインクラフトのものだったみたいですね。すいません、僕ね、そんなにやっぱりまだマインクラフト詳しくないですね、申し訳ないです。はい、でそこに宝箱があるから取りなよってね、おっしゃっていただけたんで、じゃあ行きたいと思います。せーの、ぴょん。どうせだったら冬使っていこうか。冬使ってからのハングライダー、いやー、すごい便利じゃないこれ。これでもう完全に何でもできるような気がする。よし、いて、よーし、あれ入り口どこだったっけ。ではここで宝箱を今日最後取っていきたいと思います。なんか言ってたんですよね、あれ鶴が邪魔だ、この組み合わせでいいんですよって。お、いて、お、お、お、
そう、奥にあるんですよね。これ、これもね、紐を僕知らなかった、ほら鍵とか言ってたけど、これでなんかトラップになるみたいですね。知らなかったっす。よし、では開いた？開いたかな？お、お、どこに入り口みたいなのができるんでしょうね。掘っちゃえばいいじゃんって言われたんですけど、お、掘ったら面白みがこう半減してしまいそうで嫌だなと思って。あ、あそこかな、あそこが開くのかな。これでどうだ、ちょっと見てみましょう。あれ全然わかんない、全然わかんないですねこれ。でもいろんな組み合わせがあるはず。あ、これオン、オフ。くそ、これでどうだ。いや全然わかんない、もう掘っちゃおっかな。いやでも悔しい。入り口のところで開くんですかね。ここら辺でこう開くのかな。あ、上の階あった。へー、まあ、こんな風になってたんですね。ということでですね、もうよくわかんないから、あ、でもこれでいいんじゃないか。最後これでダメだったらもう掘ります、僕。はい、よくわかんないんで、あのレバーの後ろ掘っていきたいと思います。はい、すいません。ということで、ディグさんの大活躍現場です。はい、行きまーす。ドンドン。あ、ちげえか、こっちか。おお、あった。おお、回路だけはちょっと取っておきましょう。お、ピストンがこうなってて、ほんと開くんだったんだ。へえ、あ、こっちから道が開けるはずだったんですね。はい、ということで、すいません、宝箱、自分で掘っちゃいました。できます、せーの、バン。お、ランダムシングス、フレークスオブポイズン。おお、これはフォースシャード、ダートクラフトのやつですね。フォースっていう、なんか使うやつ、これですね。フォースジェムで、フォースオブバケット。へえ、なんかフォース、ダートクラフトっていうモッドのやつですよね。これどうやって使うんだろう。ちょっとわかんないな。これもまたちょっと勉強しなきゃいけないですけど、まあね、宝箱を取れました。イエーイ。はい、ということでですね、ですね、はい、なんかよかった、宝箱取れて。はい、皆さんのコメントのおかげで、おかげさまで、ちゃんと取れました。はい、でもう少しね、今日はちょっと短めでこれで多分終わっちゃうんですけど、あ、どうせだったらあの島行こうか、空島で、これでこうやっていけばスローフォールで、まあ、上から落ちても死なないと。すげー、あ、やばい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 。これ普通のオークだよね。あ、ラバーウッドか。へー、それここまでの階段作りたい。すごい良さそうじゃない。じゃあ行きます。飛んで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 。あ、そういえば全然今日の動画とはね関係あるかどうかわかんないんですけど、今週のね、日曜日だったかな、日曜日の7時半ぐらいから、有名、超有名受給者さん、女性の、ロアさんと一緒に、マインクラフトなんか生放送みたいなやつでします。ぶっちゃけあんまりまだ詳しいこと僕よく分かってないんですけど、はい、やるみたいな感じです、生放送ね。まあ今と変わんないですけどね、大してね、ほとんどこういう感じですよ、僕やってても。でもね、人とやるからちょっとね、トニーじゃないしね、気使わないながらやんないとなと思ったりしてるんですけど、はい、いやちょっと緊張しちゃうな。はい、と
ということでですね、今回はこちらで終わりたいと思います。あ、危ねー、危なかった。あ、どうせだったら多分はい、ということでこちらで終わりたいと思います。で、一応締めときます。どうせだったら一番ね、上まで行ってどこまで飛べるか、なんかちょっとやってみよう。